あろうこんにちはニーハオ皆様、マステクのあっときでございます。本日は今日降臨したゲトをすぐるであってるよね、名前。えー、の方を周回していく攻略動画解説動画となっております。パーティーはマキさん、たまもたまもで多分最適であろうフレワークからおっこつくんを借りてるという形になってます。はい、というわけでまあ早速やっていきましょう。クエスト全体の特徴は、まあ、 説明するんですけれども、まあ、要はザコが弱点を持っててボスと HP がリンクしているのでザコをいっぱい殴ってたらボスが勝手に削られていきますで、まあ、基本的にザコ、えー、の弱点がある方向が基本的にその壁際か、えー、な,なんだろうマッチできるスペースになってるので、まあ、そこにはまっていきましょうっていう感じなんですけれども、まあ、今のマキさんのショットみたいにあの無理して弱点のある答えを狙いに行かなくていいっていうのが正直 えー、僕のこのクエストにおける結論です。なんでかっていうと、十分火力出るから。で、あと、無理して弱点を持ってる個体に殴ろう、ん殴ろうとするっていうか、弱点のところに殴ろうとすると、何が起きるかっていうと、あの、なんか、変にすっぽ抜ける時あるんですよね。斜め45度綺麗に入らないと。なんで、あの無理して弱点のある個体狙いに行くぐらいだったら、確定で斜め45度で綺麗にシパーンって入れそうだなって思うキャラクター。 のザコを選んで中に入っていきましょうっていうのが多分ここでの正解だと自分の中で思ってます。はい、でまあこんな感じでサクサク進んでいける感じにはなってるんですけれども。 まあ第3ステージなんですよね、個人的に厄介だなって思ったのあのあくまで難易度的な話ではなく、サクサク進むという面において、ここはイレギュラーな要素が多すぎるっていうのと、あと、ヘビの蘇生、ヘビがボスと HP 共有してるんで、真ん中の土偶とヘビの間で反射しましょうっていうタイプなんですけれども、ここがですね、すげえはまりにくい、はまりにくいっていうか、効率よくいいダメージを稼ぐはまり方がすげえ難しい。 っていうのが、えー、ここの特徴です。で、なおかつ、あのそうこんな感じですっぽ抜けちゃうんですよね。すごい。なんでかわかんないけど。で、あの蘇生があと2ターンに1回なんですよね。2ターンに1回だからね、時間がかかるの、ここ本当に。なんでこここんなに時間かかっちゃうんだろうって思うぐらいあのかかっちゃうので、えー、ここでちょっと時間かかる可能性があります。スムーズにやりたい人はちょっと残念だけど。まあ、ただ、それ以外は特に。 あの、時間かかりそうだなって思うところは、まあ、結局正直どこのステージにおいても綺麗にはまれなかったらここは時間がちょっとかかっちゃうので、まあ、逆に言えば綺麗にスパパンってはまるんだったらマジでこのクエスト多分3分もかからないと思います。パーティーの質にもよるんでしょうけれども。で、あの、パーティーの質の話でそういえば一個思い出したんですけれども、ここは多分おっ骨くん4体で行くと、多分ザゴを綺麗に処理すぎて、あの、全体的にね。 全体的に綺麗に処理すぎて、最終的にガシャドクロいないっていう可能性が発生すると思うんですよ。実際どうかわかんないんだけどね。私さすがに乙骨雄太3体であのクエスト集会できないので、自陣無課金だし、てか私無課金だからね。 ただ、えー、ワンチャンその可能性があるので、適度にマジで降臨キャラを何体か入れた方がいいんじゃねえかなっていう気はします。まあ実際どうなるかはちょっとわかんないのであれなんですけど。で、今ちょっと画面 HP がやばいと思うんですけれども、タマモを入れてる理由の一個に、こういった状況が発生した際に HP 回復してくれるっていうのが個人的にタマモのいい点だと思うので、まあ自陣無課金でやる際は、 あの、ちょっと消耗戦になる可能性があるので、えー、HP 回復できる SS 持ちである玉藻を一体採用しておくと非常に楽なんじゃないかなと思います。で、えー、ボス第二ステージ、マキさんがすげえ綺麗に入ってくれましたね。えー、すげえ助かります。第二ステージほぼ何もしなかった。最高。綺麗に入るとこんな感じでパパって済むんですよ。ただ、綺、え、麗、ー、に入らないと、えー、ちょっと難しいっていう。 で、えー、最後の SS をおこうたく君で済ませるんですけれども、えー、強すぎると。はい、強すぎます。多分このクエスト専用に作られた SS です、それ。はい。というわけで、今回の動画はこんな感じになってます。参考になれば幸いでございます。次の動画で皆さんまたお会いいたしましょう。さらば。はい、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます,います、えー。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、えー、チャンネル登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Bye.